はい、どうも、たらしょうしご飯の時間です。今日もまたやってまいりました。水道橋の勝本さんです。あの、ね、今日何で来たかと言いますと、まあ、いつも勝手に来てるんですけど、あの特製の中華そばが僕がいつも食べてるのあったじゃないですか。あれが煮干しそば、濃厚煮干しそば、特製濃厚煮干しそばとか、そっちの方にバージョンアップしたっていう情報が入りまして、これまず、ね、早く食べなきゃいけないなってことで今日やってまいりました。今から食べますんで、まあ、ちょっと見ててくださいよ。先にあのラーメンの映像を映しますね。こちらです。これです。変わったやつ、特製濃厚煮干しそばです。来ました。おいしそうだね。いただきます。濃厚もこのご飯と海苔合いましたけど、この煮干しのも合うわ。自分が好きなお店、ラーメンがさらにこうやってどんどんレベルアップしてくると嬉しいですね。
すいません、ご飯おかわりお願いします。これちょっと油断したらご飯3杯ぐらいいきそうです。危ないです。2枚とも大きいです。特製の煮干しそば、綺麗にいただきました。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。